デームジョーン・オーン・オリビエ、オリビエ男爵夫人は、イギリスの元女優、リンカーン・シャー・シューブリック生まれ、ブリストルのオールドビック劇場で演技を学び、1948年にクロイドンで初舞台、1954年にロンドンで舞台デビュー、1956年に王立劇場でイングリッシュステージカンパニーに参加、1957年、ジョン・オズボーンの エンターテイナーでローレンス・オリビエと共演した。舞台と映画の両方で活躍し、1961年にブロードウェイで演じた、エーテ・ストーブ・ハニーの主役で、トニー賞を受賞している。ローレンス・オリビエとの結婚を通じて、1963年以降、彼女は、オリビエのロイヤル・ナショナル・シアターにおける仕事と密接に関連するようになった。1992年の、 見せられて4月では、ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞、アカデミー賞の助演女優賞の候補となった。プロライトの視力は、カレー王藩編成のため2000年代後半から2010年代初めにかけて悪化した。2014年、完全に視力を失ったことを理由として、公式に俳優業からの引退を表明した。ノースリンカーンシャーにあるプロライト劇場の名は彼女にちなんでいる。 私生活では1961年にローレンス・オリビエと結婚。二人の間にはリチャード・カー、タムシン、ジュリー・ケイトの三子がいる。娘たちは女優になった。オリビエとは彼が1989年にガンで死去するまで添い遂げた。彼との結婚により公式にはレディー・オリビエとなり、オリビエが1970年に一大男爵位を授かると、 オリビエ男爵夫人となったが、彼女自身が俳優としての活動でその名称を使ったことは一度もない。ジョーンの弟デビッド・プローライトは、イギリスのテレビ会社グラナダ TV の重役であった。エンターテイメント、プラウライト・スティールズ・ザ・ライムライト。 b b c ニュース、BBC News, h t t p n e w s b b c c o u k 1 h i g h e n t e r t a i n m e n t 3 3 5 7 1 2 1 s t m 2 0 1 2年6月12日閲覧。ウォーカー、ティム、ジョーン・プラウライト・ボーズ・アウト2、A スタンディング・オベーション。テレグラフ https://www. テレグラフ。 CEO, UK, カルチャー、シアターシアターニュース 10825,654? ジョーン・プラウライト・ボーズ・アウト A ・ツー・ウスタンディング・オベーション、HTML2016 年3月31日、閲覧。ジョーン・プラウライト・バイオグラフィー。フィルム・レファレンス、2007年6月29日閲覧。ありがとうございます。